県土木部の安全対策委員会は工事の施工業者立ち会いのもと、当時作業がどのように行われていたのかを確認しました。昨日午前、三条市の大谷ダムでボートで作業していた伊庭健さんが直径5メートルのダムの放流口に吸い込まれた事故。ボートだけが見つかり、伊庭さんの行方は分かっていません。伊庭さんは作業中に流されそうになったパイプを拾おうと放流口に近づいたということです。事実としてこれだけ大きな事故が起きたということを、しっかりと私どもは深く受け止めなきゃいけませんので、今後の安全対策をしっかりとしていくということを強く感じました。県は調査を踏まえて原因の究明や再発防止の対策を検討します。現在ダムからの放流量が多く、伊庭さんの捜索は難航していて、警察と消防はダムの水量が減った後でボートが見つかった場所を重点的に捜索するとしています。